こんにちは、キューブです。今回はちょっと番外編の動画です。先日ですね、こちら MPM4 ムービーマスターピースオプティマスプライムのレビューをお送りしたんですが、その中でこのビークルモードの天面部分、ちょうどここですね、ヒンジのパーツがあるんですが、これが組み間違いになっているというふうにお伝えしました。でですね、レビューを終えた後に個人的に自力でこの組み間違いを分解して修繕したんですが、そのことやそのやり方に関する反響が自分の思っていた以上にあったので、今回はこの組み間違いの修繕のやり方に関する動画をお送りしたいと思います。はい、ではまず最初にどういった組み間違いが起きていたのか、前回のレビュー動画でもお伝えしたんですが、改めて確認しておきましょう。車体天面のこの部分とこの部分をご覧ください。カウルが小さく四角に割れていて、ヒンジパーツがあるのがわかると思います。これはですね、車体の側面のこの上半分あたりのカウル、これを上へ跳ね上げるためのヒンジなんですが、これ目で見てもよくわからないんですが、右と左で微妙に形が違っていて、この2つのパーツが右と左組み間違いになっているという状況が、おそらく初回出荷分の全品に起きていると思われます。あ、ちなみにですね、今お見せしているこの MPM4 に関してはすでに自分が修繕した後なので、あまりこの部分に違和感があるように見えないかもしれませんが、このパーツ左右が組み間違っていると前後も必然的に逆になってしまうので、横からご覧ください。この天面実は平らではなく軽く R がついていますよね。この曲線に沿ってここも少しなだらかに曲がっているので、左右が組み間違えられていると、ちょっとここ指で触ってガタついた感じになっていて、見本写真と違った見た目になるんですよね。ただ最初にお断りしておきますけど、ここ左右組み間違いになったままの状態でも別に変形に関しては全く障害はありません。普通に一切パーツに負担をかけることなくスムーズに変形はできるんですが、やはりマスターピースはかなり再現度が高いので、ほんの少しのことでもここ若干ガタついているのが気になるっていう方は多いんじゃないかと思います。ただですね、この部分の修繕は玩具の修繕が全く初めてという方にとってはちょっとハードルが高めなんですよね。どういうことかというと、普通ネジで止められている部分に関してはドライバーでネジを外してパーツを開けてしまうと意外と簡単に直ったりするものもあるんですが、ここはですね、ネジ止めされている箇所ではなく、ドライバーなんかで簡単に開けることができないピンで止められた箇所なんですよね。ピンというのはですね、どういうことかというと、ここをご覧ください。よーく見てみると小さい穴が2つ開いているのがわかると思います。この穴の中の部分に細い金属のシャフトが2本通っていて、その2本のシャフトによって二重ヒンジになっているっていう箇所なんですよね。どこもネジで止められたりしているわけではないので、普通のドライバーなんかで分解するのはちょっと困難な箇所です。でも変形もののロボット玩具とかだと、この細いピンシャフトが通っていてヒンジになっているみたいな箇所は本当によくあるので、こういった箇所に一切手がつけられないっていう風になっていると、修繕できる箇所結構限られてくるんですよね。なので玩具の修繕とかカスタムとかに興味がある方は、今回の動画でこういうピンタイプの場所をどういう風に分解したり修繕したりするかっていうのを初トライしてみるというのもありかもしれません。こういった場所が直せたり分解できたりするようになると、正直この手のおもちゃかなり自力でいろいろできるようになりますからね。はい、ですね、この動画のためにこの部分一旦直してあったんですが、再度元ついていた形の通りに付け直しました。この状態から修繕をやっていきたいと思います。ちょっと映像だと先ほどとの違いを明瞭には確認しづらいかもしれないんですが、こうやって光を当ててみるとお分かりになるでしょうか。さっきだとこの辺り一様に光が当たっていたんですが、今回はちょっと光の入り方が違っているのが分かりますね。横から見てみたりすると、これもまあちょっとはっきりとは分からないんですが、前の方が若干段差になっていて、後ろの方が少しへこんでいるのが分かるかと思います。要するにこの R に対してこのパーツの上の傾斜だけ逆向きになっているということですね。では今回の修繕のために用意する道具を見ていきましょう。まず一つ目、こちら精密ドライバー。正確に言うとドライバーが必要なわけではないんですが、ピンを抜くために細くて丈夫な金属棒か何かを穴に入れてハンマーで叩く必要があるので、要するにハンマーで叩きやすい丈夫な金属の棒ということですね。唯一必要な条件は太さ 1.4 ミリより細いものがあること。このセットだと真ん中にあるこれがちょうど 1.4 ミリですね。
1.4 ミリより太いものしかないと、今回のオプティマスの場合は穴に通すことができないので、そこだけは確認してください。ちなみにドライバーとしての精密さは必要ない上に、上からハンマーで叩いたりするので、用意するドライバーセットは安いもので大丈夫です。自分の買ったこれはローソンストア100で買った100円の精密ドライバーセットですね。精密ドライバーセットが100円で売っているっていうのもすごいですけど、まあどこに行っても大体100均ショップなら精密ドライバーセット1つはあるんじゃないかと思います。2つ目がこちら、まあ要するに金槌ですね。金槌じゃなくても基本ゴムハンマーのようなものでも構いません。上からある程度の力がかけられればそれでいいので、あまり危なくないものがいいと思います。こちらも自分はローソンストア100で買いました。同じく100円でした。2つ合わせて税込み216円。今回の作業に必要な工具は本当にこの程度のもので大丈夫です。ではこちらのオプティマスの方のピンを抜いていくことにしましょう。まずこのままの状態でピンを打つことはできないので、打ちたい場所だけが独立して外へ出るようにある程度変形させます。はい、だいたいこんな感じですかね。まあ要するにここにあるピンを上や下から金槌で叩くとき、何かに当たってしまわないようにこの辺が他から独立していればいいっていうだけなので、何も正確にこの通りの形にする必要はありません。では改めて今回の修繕で具体的にどういったことをするのか、その段取りを確認していきましょう。今回行っていくのはですね、こことここご覧になれるでしょうか。銀色の小さい点のように見えていますが、この2つのピン、これを抜き取ることによって、まあ、ちょっと見た目裏側からになりますが、このヒンジパーツ、これを左右とも外して、左右逆に交換した上でピンを再度取り付けて元に戻すという作業です。こちらのイラストをご覧ください。まあこれちょっと自分が今即席でノートに描いた絵なので若干わかりづらいかもしれないんですが、真ん中のこれがピン、周りの斜線が引かれている部分がピンを囲んでいる穴だと思ってください。ピンというのはご覧の通りネジと違って螺旋が切られていないので、ただ通してあるだけだと力をかけると抜けてしまいますよね。それがないように若干それを止めるための加工がしてあるんですが、溶剤のようなもので接着してあるというケースはかなり稀です。ほとんどの場合はこういう風にピンの片端だけがわずかにギザギザになっていて、このギザギザが最後まで中に通した時、周りの素材に傷が目立たない程度に少し食い込むことによって、そこがストッパーになって抜けないという感じになっています。なのでピンと同じかそれより少し細めのものを片側から当てて、このギザギザの部分が外に出るまでハンマーで叩いてやればピンは抜くことができます。ただしここで重要になってくるのが、このピンを左右どちらから打つかということですね。ギザギザがついている方と反対側から打てば、ここが外に出ればあとはもうすぐ抜けるわけなんですが、逆にこちら側から打ってしまうとギザギザが穴の全部を通り抜けるまで外に出られないので、ピンは抜けないということになってしまいます。ところがピンというのはほとんどの場合この中に完全に埋まっているので、どちらがギザギザなのか外から見ただけではわからないことが多いんですよね。普通はどうやって見分けるかというと、こういう風にピンの埋まっている両端の部分を左右よく見比べて、少し傷の多い側がギザギザのある方っていう風に判断することが多いですね。当然ながらピンについているギザギザが素材の中に埋まるとき、周りのプラスチックを少し傷つけるわけなので、まあ見てみると本当によく見ないとわからない程度なんですが、ちょっと傷のつき方に差があることが多いです。ただ最近の玩具はですね、結構精度が高くて、どちらから見ても差があると思えるほどには傷がないこともあったり、特に今回のオプティマスはですね、ご覧ください、穴の反対側がこういう風に少し埋まった感じになっているので、本当に見分けがつきづらいですね。そういう風に見た目で全く判断がつかない時には、少し打ってみてどちら側に抜けやすいかみたいなことを試してみるしかないんですが、結論から言いましょう。今回のオプティマスに関しては、抜きたいこの2つのピンのうち、内側の長い方のピンはギザギザがあるのは前側です。逆に外側の短いピンに関してはギザギザがあるのは後ろ側、つまりハンマーで打つべき方向はこちらの長いピンに関しては後ろから、こちらの短いピンに関しては前から打つということになります。では早速抜いていきましょう。本来はパーツの一部分を押さえておけるような、まあ万力で本当にやってしまうとちょっと周りのパーツに傷がつくと思いますけど、押さえておける工具が一つあったりするとその方がいいんですが、まあそう簡単にご家庭にないとは思いますし、わざわざ買うとなると高いので、今回は先ほどご紹介したドライバーとハンマー、それだけで抜けるようにちょっとズボラ工作というコンセプトでやってみたいと思います。まあ下のテーブルに傷がつかないようにタオルぐらいは用意した方がいいですけどね。こういう風に一番細い精密ドライバーを穴に上から当てて、
はい、上からハンマーで打ったことでお分かりになるでしょうか。こういう風にピンが抜けてきました。上からドライバーで完全に押し込むとこういう風に抜けますね。この部分のピンを抜き取ったことでここが外れるようになります。はい、左右両側とも同じ箇所を外してみました。ではここでピンを拡大して見てみましょう。お分かりになるでしょうか。先ほどイラストだとちょっとギザギザの部分を強調して分かりやすく描いたんですが、実際にはこんな感じで少し白くくすんでいる程度のほとんど見た目には分からないぐらいの小さなギザギザです。ただですね、今回この短い方のピンを抜くとき一つ注意点があって、前からこういう風にドライバーを入れるわけなんですが、見ていただいてお分かりの通り穴の断面が斜めに切れていますよね。前からドライバーを差し入れた時、完全にハンマーで打つ力が真上からにならないと、ちょっとこう斜めっていたりするとですね、ドライバーの先端がこちら向きにこういう風に抜けてしまって、穴の断面の後ろ側に大きなえぐれができてしまったりすることがあります。なので、穴の周囲を傷つけないようにするためには、完全にドライバーに真上から力がかかるように、若干ドライバーの先端を押さえながら打った方がいいですね。では次にこの内側の長いピンを抜いていきます。このピンは先ほどのピンとは違って車体後ろ側からドライバーを打ちます。では注意深くドライバーを当ててピンを抜いていきましょう。今回のドライバーを当てるべき部分は全く平らで、ドライバーの先端が位置決めされるような段差が全くないので割と注意が必要ですね。はい、先端が出てきました。もうこのぐらい外へ出ればギザギザの部分は抜けているので、後ろからドライバーを押し込むだけでも出てきますね。ただ一つ注意点があってですね、今回は抜いた軸結構長い軸だったので、このローソンストア100の精密ドライバーだとこの細い部分の尺ギリギリまで中に入れないとピンが抜けない感じでした。ドライバーの形によってはこのぐらいの長いピンだとちょっと抜きづらいかもしれませんね。でもその場合は先端が出ていると思うので、そこをペンチか何かで掴んでピンを潰さない程度にうまく力をかけて引っ張るように抜くのがいいと思います。反対側も、はい、こちらもギザギザの部分の先端が外へ出たのでドライバーで押してやれば、こっちは結構硬いですね。まあ一応押してやればこういう風に外へ出てきます。さてこれで4本すべてのピンが抜けました。ピンが完全に抜けてもヒンジが外れて落ちてしまわない程度にここ結構ガッチリついてますね。ですがもう何も拘束しているものはないので引っ張れば外れます。この外したヒンジパーツを右を左に、左を右にという感じで左右反対側へ取り付け、この部分のヒンジパーツはですね、こういう風にカウルが完全に噛み合った状態になると合っているかどうか傾斜がはっきりわかるんですが、こういう風に単品で剥き出しになっているとどっちがどっち向きか意外とわからなくなるんですよね。なのでせっかく苦労してピンを外したのにまた同じ向きで取り付け直してしまうみたいなことをやりかねないので、こういう風にピンを再度戻す前にカウルのパーツを全部当てて仮組みしてみるといいと思います。ご覧ください。こういう風に左右が入れ替わって正しい位置に来ると、もう初期状態より明らかにきちんとつらい位置になっていますね。光も完全に当ててみると同じ感じで傾斜しているのがはっきりわかると思います。さて晴れてヒンジパーツの向きが正しく直ったので、抜き取ったピンを戻して外したパーツを付け直していきます。なんですがちょっと一点注意点があってですね、こちらの長いシャフト、先ほどご覧いただいた時前から抜いたのでセオリー通りに行くと前から戻すところなんですが、穴をよくご覧ください。断面が斜めに切れていますよね。もしこちらから戻した場合、この穴の形だとピンが完全に埋まり込むところまでハンマーでは打てないということになってしまいます。なのでこの長いピンに関しては抜いたのは前からなんですが、刺すときは後ろから刺した方が多分いいですね。ということで長いピンに関しては先ほどとは逆向きの後ろ側から刺していきます。はい、長い方のピンが2つとも通りました。先ほどとは違って後ろ側のまだギザギザを一度も通したことがない場所に打ち込まないといけないので、ちょっと強く叩かないといけないですが普通にできますね。では最後にこちらの短いピン、この短いピンはもともと後ろからですね。はい、というわけで4本のピンを全て戻して外したパーツを完全につけた状態でビークルモードに戻してみました。天面のカウルご覧いただいていかがでしょうか。明らかに最初の状態よりもスムーズにつらい位置になっていますね。手で触って感触を確かめてみるとさっきとの違いがより如実にわかりますね。元通りの状態だと完全に2つ段差があるっていう感じだったんですけど、直した後はここが滑らかにツルツルになっているのがわかります。
というわけで MPM4 オプティマスプライム総工費216円の修繕作業が完了しました。今回お見せしたピン抜きという作業は、まあ、基本的にはカスタムのような発展的なことをする技術ではなく修繕技術ですね。なのでこういった完成品の場合、本来はそういったこと全く必要なくなっていることが望ましいんですが、やはり数買っているとどうしてもこれをやらざるを得ないというタイミングは出てくると思います。もっとも今回お見せしたのはネジを外してただパーツを開けるだけとかと違って本格的な分解なので、やり方を注意しないとパーツに傷が残ったりするリスクも結構あって、その意味では敷居は低くないですね。ただまあこういう変形玩具とかをすごく好きでよくいじるという方は正直知っておいて損はないことかなとも思います。ただですね、ネジを外すにしろピンを抜くにしろ、こういった分解行為に関しては一つはっきりと注意しておくべきことがあります。何かというと、こういった分解行為に手をつけた場合、その時点でメーカーのサポート対象外になってしまいます。こういったことをやってみてうまくいかなかったから交換といったことはできません。なのでこういったことに手をつける場合にはその点を覚悟した上で行う必要があります。完全に自己責任でということですね。今回の MPM4 の天面ヒンジの向きが違うということに関してはメーカー側も組み違いと認識していて交換の対象になっているようなので、こういった作業にあまり自信がない、あるいはわずかな傷もつけたくないといった方に関してはお客様相談室に電話して交換してもらった方がより確実だと思います。なので分解する場合には完全に自己責任でお願いします。以上、ムービーマスターピース04オプティマスプライムの天面ヒンジの組み違いをピンを抜いて直してみるそのやり方をご説明する動画、いかがだったでしょうか。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さて今回のオプティマスの修繕動画いかがだったでしょうか。直した後ロボットモードに変形させてみたんですが、ロボットモードに変形させると今回直した箇所は完全に胴体の内側に畳まれてどっからも見えなくなるので、ロボットモードの時は全く関係ないですね。それにしても今回のような修繕というのは基本的にはやらないでいいことがベストではあるんですが、こういうことを自分で直したことによってかえって異常がなかった玩具よりも愛着が湧いてしまうことって正直ありますよね。というわけで今回はこのあたりのことに関して皆さんに伺ってみたいと思います。皆さんは例えば塗装が乱れていたりとか、部品の組み違いがあったりとか、あるいはもう単純にパーツが外れていたり壊れていたりとか、そういった不具合があったことを自分で直したことによってかえって愛着が湧いたという玩具、過去にあるでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、まあ、最近のアイテムということになると明らかにこれですね。久々にピン4本も抜いたりするような本格的な修繕をやりました。でもおかげで結構愛着があったりします。これ以外だとですね、まあ、変形ロボに限らないのであればフィグマとかリボルテックみたいなもののジョイント部分の交換とか修繕とかはもう日常的にやってますね。ですがロボット玩具とか変形おもちゃとかに限ると、まあ言いたくはないんですが正直トランスフォーマーに多いですかね。トランスフォーマーは結構修繕したりとか、まあ半分カスタムみたいな発展的なことをやったりする場合もありますけど、直したおかげでかえって愛着が湧いたみたいな思い出は、まあトランスフォーマー以外にもあったかもしれないですけど、主に思い浮かぶのはトランスフォーマーですね。トランスフォーマーって特に近年のものは基本的にまず最初海外のニーズに合わせて開発したものを日本のユーザーにも受け入れられるように一部回収して国内導入するみたいな流れがほとんどなので、どうしてもやっぱり最初から国内向けに作ったものと比べて国内のユーザーの感覚に最適化できないところがあって、そこはちょっと不利だとは思うんですが、一方で花から海外需要のために作られたっていうようなその独特の異国情緒みたいなものがトランスフォーマーというブランドの魅力だったりする部分もあって、なかなか他に難しいというか一筋縄ではいかないブランドですね。ただ今回みたいな1万5000を超えてくるような完全ハイエイジ向けの複雑なアイテムに関してはもうちょっと品質に関して気が使われるようになるといいかもしれないですね。別にこれで遊べないというわけでは全然ないですけど、同じぐらいの値段を払って他のブランドから買ったものと比べると、まあやっぱり細かいパーツの愛とかに関してちょっとトランスフォーマーは一歩譲るところがないとも言えないですね。まあでもはっきり言ってほとんどは設計ではなく生産の段階の問題だと思うので、なかなか難しいところもあるんじゃないかとは思いますけど、今後に期待したいですね。というわけで皆さんには、まあ、変形ロボじゃなくてもロボット以外のアイテムでも構いませんね。最初問題があったものの修繕を自力でやったことによってかえって愛着が湧いたというもの、何かあるでしょうか。ご意見お待ちしています。